死んだ子供を探すポイントとしては、旧校舎が。間違えたー。まあ、間違えたっていうよりなんか足りなかった。足りなかったー。飛んでいったよ、どっかに。飛んじゃった。文字が飛んでいったよ。もじもじすんなーって。だってやりますか。はい。死んだ子供を探すポイントとしては、旧校舎の探索が一番流行っていたの。ただでさえ立ち入り禁止のところでしょ。まあ何度も入ってるけどな、ここも。ねえ、ちょっとちょいちょいお邪魔します。うん。やっぱり怪しいわよね。あー、これ確かあれだ、先生やわ。あ、まあ、ちょっと前の話でも出てきとったけど、む先生、お久しぶりです。お久しぶりです。最近良くない遊びが流行っているようだが、日曜日に立ち入り禁止の場所に入るのはやめなさい。ある日、みんなの行動を見かねた学校側が注意をしてきたの。学年主任が教室に来て、もう大騒ぎよ。そんなことをするのはこのクラスぐらいだって随分説教されたわ。絶対あの子、あけみは私巻き込まれた、なんで私まで残らんといけんのみたいな感じで思ってたんだろうな、ずーっと思ってた。うん、隣に直くんがいるからだわ。うん、だからよ、ちょっとプンして。ね。でも、みんなは探索をやめなかった。隠れて探すというスリル感がまた良かったんじゃないかしら。探索はますますエスカレートしていったの。そうやるたんびにこう、あけみはね、こう早くやめなさいよみたいな感じで思ってんだろうな、心の中で。あけみはね、バカバカしいわみたいなね、冷たい目線を送ってたんだろうね。ねえ、もうこの間までは中学生だったのにって。ねえ、もうここでグレちゃったのかもしれない。あー、なるほど、グレ癖はここから来たっていう。そうそうそう、違う方でちょっとね、グレがやんとかになっただけで。うん。急遽やんやんやん。やるやるだよねー。旧校舎の旦那が、どうしたの。今回つぼるところなかったぞ。急にキョンって言っちゃったから、ちょっと笑っちゃった。もうあれだね、もうだいたいどっかでね、つぼるな。なんかね、なんかあるんだろうね。あるんだろうね。朝天だから、朝天。朝天あるある。うん。まあ、まだ、もう、あれ。OK。
旧校舎の棚が崩れて怪我をしたことが、開かないと壊そうとしてガラスで手を切ったこととか、ちょくちょく事故も起こっていたわ。学校主任は、学校じゃねえ、学校ねえぞ。ちょっと違うんだな。学年主任は何度もうちのクラスに足を運んだの。いかつい感じで結構厳しい先生だったから、生徒も大体はっきりこういうことを聞いていたんだけどね。なんか違うような気がする。間違えたー。先生結構厳しいだよ、お前。うん。いきやーす。はい。結構厳しい先生だったから、生徒も大半はこういうことを聞いていたんだけどね。こういうこと、言うことを聞いていたんじゃない。あれ？大抵は言うことを聞いていた。濁点がないぞ、これ。濁点が飛んでいってしまった。いきやー。結構厳しい先生だったから、生徒も大体は言うことを聞いていたんだけどね。この件に関しては、あの先生、ほとほと困り果てているような感じだったわ。そのたんびにあけみはもう、早くやめえやって思ってんだろうね。もうだから濁点がなくなるのよってね、ちょっと。ね、あけみ、そういう時はね、あれだよ、その日もう休むか、ちょっと気分悪いんで保健室で寝ますねみたいな感じで逃げればいい。トイレの前を通らないように逃げるわ。その通り。そんな時事件が起こったの。探索に参加してたクラスメートの一人が行方不明になったのよ。子供の死体探しは遊びでは済まされなくなってしまったの。行方不明になった生徒はどこに行ったのか。警察に行くと大事になるから、まずみんなで調べてみようっていうことになったの。いや、まず警察に連絡した方が得策じゃね。ねえ、あれだよ、秘密主義者なんだよ、この学校の先生たちは。もう、金かけたくないんだな。怖いわー。ダークな部分見ちゃったわ。人件費削減派なんだろうね。削減派だねー、うん。エコっちゃエコだけど。いやー。このエコはやめとこうみたいな。うん。エコエコしないでねって。そう、エコエコはいいけど、エコロジーしすぎないでね。猫好きさん、あなたはどの場所が怪しいって
って思う？旧校舎どこかの倉庫屋上。あれ4番の選択肢でのあけみの地下室がないな。おかしいな。消しといた。あと5番目の選択肢にトイレがないな。あら、豚のことなんて私知らないわ。まあ今はあけみのことだからね。そう、どうしよっかな。確か最初旧校舎って選んだ気がするんよね。別のところ行ってみるか。あえて倉庫もなんかあれだよね、事務員さんが探してたみたいな。うん、じゃあ出てこなかった屋上を探してみるっていうのはどうだろう。おおなんかあなた何言ってるのみたいなこと言われそうだけど。いや、褒められるかもよ。じゃあやってみるか。やってみよう違うでしょ。論破されたよ一発だよ一発だろ。いや、なんかこうあれじゃん、なんかこいつ絶対犯人じゃないだろみたいなね、めっちゃ善人っぽい人がまあ犯人だったみたいな、そういう展開ってさ、探偵物では定番でしょ。ねえ、あの人普段から優しくてみたいな、そんなことをする人じゃ、うん、わーわーみたいなね。そうそう、で殺された人の人とちょっとね、なんかいざこざがあったり嫌われてたりとか、そういう人が犯人にして立て上げられそうだったけれども、まあ最終的に犯人じゃなかったよみたいな、そういう展開あるだろう。カサスカサスだよ。うん、カサスだと。まず崖に追い詰められるパターンだ。そう、カサスとか名探偵コナンとかで、ね、よくあるあるじゃん。あるある。うん。だって生徒はみんな旧校舎を中心に探索していたのよ。怪しいのは旧校舎だと誰もが思っていたわ。いや、まんべんなく調べよねえ、片っ端からこうパカパカン、うん、調べてね。そうそう、ね、屋上もとかもさ、ドローンとか使って。あ、この時代ドローンいないから、風船だ、風船。あー、ないか。そうか、ドローンまだないんか。風船でこう浮かせて、うん、やらなきゃいけない。だから学年主任の立ち会いによってクラスのみんなでそこに立ち入ることが許可されたの。二人一組で班を作って、朝から手分けして生徒を探したのよ。私は、ナオ君と一緒の班になったわ。単に席が隣だったからなんだけど。あれ、二人一組なんやろな。こう、せめて四人ぐらいでいいんじゃね。ねえ、三人だとフラグ立っちゃうからね。うん、あと、こう。四人ぐらいでね。うん。もしくは、こう、さ、せめて女子同士とか。ねえ、もう。男子女子同士だと何が起こるかわからんぞ。そうだぞー。ナオ君は旧校舎に入ると適当な教室開け、椅子に座り込んだの。私も黙って座ったわ。特に歩き回りたいとは思っていなかったし。
私たちは校庭から聞こえる体育の授業の音、ホイッスルの、あ、間違えた、ホイッスル、やや、やっただね。いきゃーす。ホイッスルやざわめき、それから風の音なんかを聞きながらじっとしていたの。差がすぎゼロっていうね。もう興味なかった。あけみはまあわかるけど、なおくんはなんかしろや。なんかこう座ってるだけでずっと見てたら怖いよね。彼が時々私の横顔を見つめていたのが分かったわ。やめろ。あら、私なんだか疲れていったから特に文句は言わなかったけれど、なおくんが膝枕してあげようかって言ってたらどうする気だったんだ、アケミ。それはもちろん、ここにあるカッターを使うに決まってるじゃない。ですよねー。カッターで膝をぐざ。そう。岩下さん、僕。彼が何か言いたげた。おい、あれだぞ、ナオくん、お前は、あれだろう、クルミのことが好きなんだろ。そうだぞ、二股いけないんだぞ。そうだぞ。ナオくん、浮気なのね、サンゴちゃんに言いつけちゃうのね、とか言って、ねえ、そんな展開なんだぞ。ね、まあ、ねえ、あの舞台は中学校だからちょっと違うけど。ねえ、もうちょっと実はその頃からプレイボーイだったっていうね。あの時のナオくんはめちゃめちゃ可愛げがあってよかったのに、急にどうした？グレちゃったんだわ。グレたのかよ。マジかよ。せめてサンゴとかにしとけ。狙うんだったら。狙うんだったらね。アケミを狙うな。ピピッ、うん。その時突然どこからか悲鳴のような声が聞こえたの。それから急行車内がなんだか騒がしくなったのよ。行方不明の生徒が見つかったみたいだった。その途端、ナオくんは立ち上がったの。行方不明の生徒がどうなったのか、急行車内の異様な雰囲気から言って無事だったわけがないと思っていたわ。異様の雰囲気だから多分なんか阿蘇山とかなんだろうな。ねえ、ちょっと卵の腐ったようなちょっとああいうプンとくる匂い。ああ、やったー、やんないよ。おい、細田を、そんなおならどこでやったって。僕は結婚したのトイレを見てたくらんのって言ってしまったよね。てか、いない、いないだろうって。いや、実はいたかもしれないじゃん。実はそーっとこう、僕はみんな二人一組なのに一人になってしまったから、トイレに行ってくるよとか言って。
取りに行ったのかもしれない。なるほどな。くだらない遊びをしていた人の末路を見るのも悪くはないもの。私は直くんと一緒に廊下へ出たの。手をつなぎながら？つなぐわけないでしょ。よかった。だって私はカットを向けたままなんですもの。あー、背中にね。それにしても妙だったわよ。ナオ君は新入生の割に旧校舎の中を知っているような、そんな歩き方をしていたのよね。一人でスイスイと前を進んでいくの。たまのナオ君あれやな、強くてニューゲーム状態のナオ君なんだろうな。ねえ、一回クリアしたんだね。きっとこれがあれだよ、リプレイされてるんだよ。うん。キャッ！あんまり彼が早く歩くもんだから、途中で私つまずいて壁に寄りかかったの。はい、このナオくんのことダメダメ。ちゃんとあのね、女子とね、ペースを合わせてね、進まないとダメですよ。ダメでよ。その時、手をすりむいてしまって。ナオくんが、ハンカチを貸してくれたのよ。ごめん、つい急いじゃって。私ハンカチぐらい自分で持っていたわ。こういう時はあれだぞ、ちゃんとあの絆創膏を持っていった方がいいやけな。おお、でも絆創膏はほんと万能だからね。うん。でも、それを汚すのは嫌だったし。なんで嫌だったんだろうね、ハンカチ汚すの。DNA 鑑定されるからだよ。あー、なるほどね。なるほどね。きっとなんか企んでるんだよ。こいつね。こいつなんか企んでやがる。うん。彼のせいで転びかけたんだもの。ねえ、こういう時はあれだね、こうおんぶしてね、大丈夫って。え、もうそれか女の子連れてきて、スクープじゃない、うん、まともな、うん、うん、黙って使わせてもらったの。ナオ君は再び歩き始めた。そして現場までたどり着いてしまったの。行方不明の生徒がどこで見つかったのか誰にも聞いていないのよ。やっぱ強くてニューゲームでね、してきたからね。裏技使ってるから。うん。どうしてって聞いたら、ナオ君はなんとなくって曖昧な答えを返したの。
そして彼は、ある部屋の前で立ち止まったの。ナオくんが扉を開けると、中には行方不明になった男子生徒がいたわ。足や手を妙な方向に曲げたまま寝そべって苦しそうにうめいていた。その側の床には大きな穴が開いていたの。どうやらそこに落ちて骨折したみたいだったわ。彼は目を大きく見開いたまま、頭を木の床にこすりつけ、だらしなく身をよじっていたの。すぐに救急車が呼ばれたわ。それにしても、ナオくんはよく迷いもせず、まっすぐその部屋にたどり着いたわよね。こいつ怪しいぞって。ねえ、こいつ怪しいぞって。そう思わない？思う、思わない。まあ、思うわな。ね、思うよね。ニュータイプだったんかもしれんし。2倍の速さなのかもしれん。そうよね。でも、私、そのこと、誰にも言わなかったの。だって、私は探偵じゃないもの。ヤンデレ探偵、アケミンみたいな。アケミンです。魔王少女からね、ヤンデレ探偵になったんだろうね。そう、アケミンになりました。ナー君が変だなってどうでもいいことだったの。クラスメートが怪我をしようが死のうが関係ないと思っているし。僕が怪我したりしたら関係ないと思うの？それは別よね。よかった。だってあなたは私の可愛いペットなのだから。そういうことね。骨折をした生徒は、無事、救急車で運ばれていったわ。担架に乗るとき、よっぽど痛かったらしくて、ものすごい悲鳴を上げていたけどね。見ていて気持ち悪かったわ。結局、本人の不注意による事故だろうってことになったんだけど、また、学年主任のお説教が始まったの。
ずいぶん長かったわよ。今までがあのあれだね、30分ペースだったけど、今回は2時間スペシャルみたいなボリュームなんだろうね。ねえ、きっとね、もうあれだよね、校長先生並みだったんだろうね。そうだね。